中国リーグ行ったオスカル、とんでもない勝ち組だった。中国リーグ上海開港で7年間プレイしている元ブラジル代表ミッドフィルダーオスカル33の中国での累積年俸は約14億元約280億円だった。このほど今季限りで中国を離れると見られている A メディア FTDL は19日までに7年間彼は1億7500万ユーロを稼いだと報じた。中国では公式1235試合に出場して72得点を記録した。18年と23年には中国スーパー杯の優勝に貢献している。円換算だと年俸40億円、月給 3.33 億円、日給約1000万円ですか。確かにこれはえげつない。ヨーロッパで怪我なくこれだけ稼げたか、って思ってしまったな。ちゃんと試合にも出て役目を全うした感じがあって好感が持てる。しかしコメント見るに改めて向こうは一族みんなのためにサッカーをしてるんやなって思った。その額を稼げるだけの評価あって移籍したんだから立派なもの。行きたくてもオファーすらない選手がほとんどだからね。当時はもったいないと思われてたけど現代サッカーでオスカルみたいなタイプは通用しなくなってきてるから、むしろ一番良いタイミングで中国移籍したのかもしれないね。中国もサウジも落ちぶれた選手には大金払わないだろうし、大金を稼ぐためにフットボーラーを目指す子供も大勢いる。彼はそれを貫いたのでしょう。それはそれで潔い。家族のために稼いだのならそれは素晴らしいことですね。今年で退団とあれば日本で見られるチャンスはあと1回ですね。CL やリーグとってもそんなに稼げないしな。